松の台湾大口食べ歩き。今回は南部のカオションからスタートです。リンヤールーにやってきた松。香辣面一碗，一碗香辣面。嗯，不要香菜。没有香菜，那个啊啊呀，我要葱，我要葱。香菜を断っている松。他のものは大丈夫なようですが、なかなか伝わらず苦労しているようです。世界有数の港湾都市で食べる家庭料理、香辣面と冬瓜の味はどうでしょうか。これがね、シャンラーメンと冬瓜。まずはシャンラーメンから。シャンラーメンからね、食べるけどね、これだから注文する時間違えたのかな。テイクアウト用のね、お椀で出てきたけど、シャンの部分は結構なんか台湾独特の香辛料。これは何の香辛料だろうね。よく口にする香辛料ですが、その名前がマッチしません。だからいつもこう、あ、台湾独特だなって思いながら、いつもなんだか分かんないんだよね。でも台湾独特の感じで、日本であんまり食べない香辛料なんで、で日本人向けの中華料理にもあんまり入ってない、だから日本人が食べつけてないってことだもんね、だいぶ台湾でね、これ結構合うけどね。で、麺が結構太め、太めの麺にピリ辛が絡んでいます。だからあとラーの部分は結構なんかピリ辛後から来る感じ、なんとかな、まあ、ラーメンと比べたらまあちょっとあっさりはしてるかなっていう感じでね、普通の汁ラーメンで、なんか隣の人はザーサイ乾麺っていうのは食べてるんだけど、なんかやっぱ乾麺の方が結構自分としてはなんか食べたくなるなっていう感じ。なんだろう、まあ、これ自分の好みだからね、あれだけど、続いて出てきたのは冬瓜。豆腐から水分を抜いてローストしたもので、これが冬瓜ね、冬瓜も結構台湾で見るよね、甘い、このタレがすごく甘い、甘いの結構多いよね、甘いタレ、台湾で結構甘いタレ食べるけどね。でも冬瓜のこのやっぱ食感ってのはなかなか、台湾でこそ味わえるかなっていう感じ。甘さはね、なんとかこう、あっさり系のこう甘さ控えめのねタレだともっと合うかなっていう、自分の口にはね。日本ではなかなか手に入らず、台湾ならではの一品。なんかの煮付けを食べてるみたいな。だから冬瓜ってのは他でも食べたことあって、結構豆腐っていうのはね、タンパク源になるから、まあ、台湾の栄養源だと思ってね、自分としては解釈してるんだけど、こういうところも別の味付けがあるんだよね。さあ、今回はどんな食べ歩きになるんでしょうか。松は車で移動。チーさんへと向かいます。サトウキビ畑が多く、青桃で栄えた町。そして何といっても有名なのはバナナ。チーさんっていうとこ来たけど、バナナの産地なんだってね。で、聞くところによると
僕子供の時って台湾って台湾バナナとかそういうので台湾って聞いたことあるんだけど、ほとんどがこの地産で取れたものが日本に輸入されてきた、まあ、今ちょっと状況違うかもしれないけど、当時はだからもうほとんどが地産のバナナだったらしいね。でそれからね、まあ、日本でいうとフィリピン産とかね、そういうものも入ってきたけど、いや以前は本当に台湾バナナっていうのがもう、子供の時は相当聞いてたね、台湾の代表的なバナナの産地でやってきたのはこちら、喫茶店のようですが、バナナを使った変わった食べ物が味わえるとのこと。まずはバナナカレー鍋から。定食のようになっていますが、味の想像は全くつきません。チャオチェンクーリーグオっていうね、これカレーとバナナだもんねバナナ料理の店ってことで入ってたけどね、これカレーと合わせるんだ。バナナとカレー、どんな感じなんでしょうか。ちょっと卵とかあるんだけど分かんないから、バナナとこのカレーのスープにこれだけ取ってちょっと食べてみるかね。不思議だなこれ。バナナだけが、なんだろう、バナナだけの甘みってすごいあるんだけど、これカレーと混ぜることで、なんだろう、これすごい複雑な食感、これだけで美味しいかどうかってよくわからないんだよね。ただこれが全体的に甘みを出すかもしれないね、鍋そのものにね、なかなか味の判断が難しいようです。おー、バナナ、おー、不思議だよな、これ。あのね、カレーの味がやっぱするんだよね。カレーの味がついてて、でそれでバナナが、バナナ後から甘みが来るっていう。でバナナそのものこれ結構うまいんだよね。あのすっごいジューシー、バナナ自体が味をものすごく出してる。これ野菜も食べてるかな。カレー鍋いけるね。日本であんまりカレー鍋ってないんでね、最近ちょっと入ってきたみたいな感じあるけど、台湾ではカレー鍋ってあの看板を見るから比較的あるんだと思うんだけど、カレー鍋も結構いけるんだよね。これに甘さを、バナナの甘さ加えてっていう、だからバナナとこうマッチしてるような感じってのはちょっといまいち感じないんだけど、これその鍋そのものは結構うまい。カレー鍋を食べた後はバナナのパイが出てきました。スイーツの王道といった感じです。これがね、シャンジャオスーパイパイだよね。あ、この辺になってくるとあの馴染みが出てくるというかね、やっぱ甘いもののスイーツになってくる。あ、これ熱いんだよね。あ、これすごい、あのパイの、あのバターの甘さ、それとねバナナの甘みがもうすごい出てくる。でこれすごく柔らかくてね、これは本当今まで食べたことないぐらいこう美味しいパイだよね。パイ生地のサクサク感に中のバナナがしっとりとした食感を出しています。これはもうバナナの持ち味がすごく生きてる、まろやかで口の中 でバナナの甘みがもうすごいね、溢れてるね、この後もバナナを使った料理をいただきます。